ボネール、シンというスタティウス及びサバはカリブ海にあるオランダ領の3つの自治体を合わせた故障。これらの地域はオランダ王国の構成国ではなく構成国の一つであるオランダの一部に位置づけられている。しかし、法制度や経済などの面でヨーロッパのオランダ本土とは運用が異なり通貨もユーロではなくベイドルが用いられる。 欧州連合には2015年まで特別地域として止まる。ボネールとサバは特別自治体であり、シンとユースタティウスもかつては特別自治体であったが、2018年にオランダ本国が島政府の運営を問題視し直接当治に乗り出したため自治権は失われている。各党の頭文字を取って別諸島あるいはカリブオランダや乱領カリブとも呼ばれる。 行政上はオランダ語でキャリビスク・ネダーランド、パピアメント語でハランダ・カリベと呼ばれ、日本語でカリブ・オランダとも訳される。オランダ王国の構成国、オランダのうちでヨーロッパに位置する領土がヨーロッパ・オランダと呼ばれるのに対比される表現である。このほか日本語ではオランダ・カリブ領域という翻訳表記が使われるほか、オランダ領カリブ、カリブ海・オランダ領。 乱領カリブなどの表記も用いられる。また、構成格闘の頭文字をとって、ベス諸島とも呼ばれる。カリブ海地域の小アンティル諸島に、オランダ王国領の島は6つあり、約8 0 0トル離れた2つの地域に分かれて3、島ずつ存在する。オランダ王国の構成国であるオランダに属するのは、6島のうち3島で、ボネール島が、ABC 諸島に、 シンとユースタティウス島とサバ島が SSS 諸島に所在している。いずれの島も熱帯に属しており、温暖である。ウィンドワード諸島には、夏季に、ハリケーンが襲来する。ボネール島は、ベス諸島の中で唯一、ベネズエラの沖合のリーワードアンティル諸島に所在しており、西からアルバ、キュラソー島と並ぶ、ABC 諸島の最も東に位置する。 ボネール島に付属して、クレイン・ボネール島などの小島所がある。約1万3000人の人口を有するボネール島は、別諸島3島の中では、面積、人口ともに最大であり、ボネール島のクラレンダイクは3島の中で最も大きな町である。しかしながら、アルバ、キュラソーは、それぞれ10万人を超える人口を有しており、ボネール島は、 ABC 諸島の中で最も人口の少ない島である。シンというスタティウス島とサバ島はウィンドワード諸島の一角に位置している。両島と共に SSS 諸島と呼ばれるシンとマールテンは年間約180万人とされる観光客が訪れる著名な観光地であり、2010年にオランダ王国構成国になった。 シンとユースタティウス島とサバ島の産業は小規模である。シンとユースタティウス島は住民投票でオランダ領アンティルの維持を求める結果が最後まで多い島であった。サバ島は別諸島3島の中では面積、人口とも最小である。オランダ本土の自治体の中には面積や人口がサバ島より小さなものもあるが小規模な部類に含まれる。 サバ島は、急峻なカザニ島であり、強小な島の中央にそびえるシーナリー山は、オランダ王国の最高峰である。2010年に、サバ島が、オランダ本国に編入されたために、ファールゼルベルクを抜いて、オランダ最高峰となった。これらの島々は、20世紀半ば、以降オランダ王国の構成国オランダ領アンティルの一部であった。しかしながら、 ABC 諸島と SSS 諸島が地理的に大きく隔たっていた上に各島の間の経済規模の格差も大きく1986年にアルバが単独で自治領となって離脱21世紀に入る頃からは住民投票でオランダ領アンティル解体の意思が示されるようになった2010年10月10日にオランダ領アンティルは解体され キュラソー島とシントマールテン島は、それぞれ単独で、オランダ王国の自治領となった。一方、規模の小さなボネール、シントユースタティウス及びサバの3島は、オランダ本国の一部に編入された。しかし、オランダ本国は、シントユースタティウスが非民主的に動き、オランダ本国の法律が脇に置かれていることを、問題視。2018年2月5日、 本国の内務大臣は直接統治に乗り出すことを決定し、2月6日に島の政府機関は解散を命じられ、副知事代行も解任された。2月7日には新たに政府委員が任命された。各特別自治体はオランダ本土のヘメンテと同等の権限を有し、行政は副知事を長とする統治評議会が司る。各党には島議会が置かれ。 住民は、オランダの選挙と欧州議会選挙にも参加する。オランダの方では、島々は、正式には、ヘメエンテではなくオペンバーレリハメ面に分類される。三党は、オランダの州ではないため、通常基礎自治体が有する権限は、各党の政府と、中央政府が有する。ベス諸島には、本土と別の法令が多々適用されている。 例えば、社会保障水準は、本土との間で開きがある。欧州連合には加盟していないが、特別領域として、特別な扱いを受けている。これは、リスボン条約で、欧州議会が、e、EU の諸条約を適用できると定められた、デンマークやフランス、オランダの海外領土を指す。オランダ領アンティルの解体に伴い、これには5年間の移行期間が設けられた。 ただし、新とユうスタティウスについては2018年2月5日の本国直接統治決定の煽りを受けて副知事ポストが廃止されるなど、島における統治期間の大幅な構成変更が起こっている。国家カリブオランダ局は島々における課税、警察活動、移民、交通網、医療。 教育及び社会保障の全責任を負い、オランダ政府に代わりこれらサービスを提供している。2008年に地域サービスセンターとして設立され、2010年9月1日に解消された。現局長はシブレン・ファンダムである。ボネール・シント・ユース・タティウス及びサバ公共団体代表は、オランダ政府を代表する立場にあり、女王の弁務官に類する機能を果たす。 現代表は、ビルベルト・ストルテである。通貨は、アメリカドルで、2011年1月1日に、オランダ領をアンティル・ギルダーから切り替えられた。ユーロは、本土の使用通貨であり、カリブ・ギルダーは、キュラソー島とシント・マールテン等の使用通貨であるため、導入されなかった。アメリカドルの導入は2008年11月に決まった。国際電話の国名コードは、 オランダ領アンティル時代と同じ599で、キュラソー島やシント・マールテン島と番号をシェアしている。国際標準化機構は、ベス諸島に、b 級の2桁国名コードを割り当てた。ラテン文字3文字による、国名コードはベス。インターネットアサインドナンバーズオーソリティも、国別コードトップレベルドメインとして、ベクレルを配分したが、共用は始まっていない。 ありがとうございます。